はい、ドルディカスケーチームの藤井守幸です。今回は、レース、技術戦、オンピステでのカービング性能に特化したドーベルマンシリーズを紹介していきたいと思います。このドーベルマンシリーズは昨年からデザインが一新されてまして、主に、ハイスピード、鋭い切れ味を目指した、ワールドカップの、シリーズと、そのワールドカップの切れ味を残しながらフレックスとトーションに、変化を持たせて新しいプレートと組み合わせてより回転性能を、引き出したドーベルマンシリーズの2階建て構造に、なってます。まずは、ワールドカップのシリーズはフィスレース対応の、R30 のモデル、あとは技術戦マスターズ等の大回転に使用できるような R25 近辺のロング系のモデル、それとスラロームで使うスラローム、僕らがあと技術戦で、使っていく、スラロームの3タイプに分かれています。その中でも大きな変更点としては R30 の、スキーはサイドカットのポイントがより前寄りにセッティングされることによって、ターンの前半の早いトライからテールが少し絞ってありますので、早く抜けてよりタイムを稼ぐアグレッシブな、仕様に設計されています。コンチネンタルの大会を目指す方は193、国体インターハイ各フィス大会を目指されている方は、男女ともに188を中心に選んでもらえればいいと思います。 R25 の近辺のタイプのスキーは、僕たち技術戦の選手が、使っていますし、あとはマスターズの上のタイプ、上位の人たちにおすすめするタイプになります。スラロームも2つに分かれています。はい、続いてはドーベルマンシリーズになります。ドーベルマンシリーズは、ワールドカップの切れ端を残しながら少しサイドカットを、センターの幅を太めに設定してフレックストーションの、バランスを見直しして、新しく開発した、これはピストンプレートなんですけど、新しく開発したプレートを装着してより前半の内傾角度の作りやすさ、そこから深い回転を描くためのフレックスの出しやすさなどを追求して仕上げられています。で、主に、GS に、2タイプ、スラロームに2タイプ用意されてまして、スキーの内部の構造は同じなのですが、競技で使われているピストンプレートを装着した GSM のモデル、新開発した少しセンターのたわみが出やすくなっている GSR、 2タイプ用意してますし、スラロームの方も SLR、 SLC と、2タイプ用意しております。はい、このドーベルマンシリーズはデザインが、統一されているのですが、各種レベルに合わせて、フレックス、サイドカーブ、プレートなどを用意して様々なシチュエーションに対応できるようになってますので、お店で自分のニーズに合う1台をぜひ探してみてください。